DJ 丸は日本の DJ であり、ミュージックプロデューサーである。東京都国分寺市出身、15歳より DJ を始める。18歳にして有名なクラブ、芝浦ゴールドのメインフロアでプレイし、これは同クラブの最年少 DJ 記録となった。その後、20歳で音楽プロデューサーとしてもデビュー。新規場、アゲハのレジデント DJ にも抜擢され、 同クラブ初のミックス CD も担当した。着実にクラブ DJ としての地位を確立する。一方、ゲール DH に所属し、PK シーズとしても活動する DJ だるまとの DJ ユニット、レックスピストルズを結成し、楽曲制作など音楽的な部分を担当した。同ユニットは2000年代後半に世界の音楽シーンを席巻した。 エレクトロムーブメントのアジア代表として人気を誇る。富士ロック、ウルトラ、ビッグビーチなど国内外を問わず数多くの大型フェスティバルに出演した。ダフトパンクの最初で最後のツアー、アライブ2007の日本公演のフロントアクトに抜擢される。その他にもスポーツブランドナイキの世界展開した広告へアジア代表としての出演。パナソニックのウェブ CM への出演。 その他、多数のファッション誌の紙面にも取り上げられた。タワーレコードの人気広告、ノーミュージックノーライフにも選ばれている。アパレルブランド、H&M が、日本初上陸の際にオープニングパーティーの DJ に抜擢され、レディー・ガガをシークレットゲストとして迎えた、コスメブランドのパーティーでも、DJ を担当した。楽曲としては、ラッパーであるジブラを客演として迎えた。 エクスピストルズ、ファイアフィーチャリングジブラは、スマッシュヒットし、過去地上波 TV 番組のオープニングテーマとして採用され、今もなお挿入歌としても使われており、ダンサーのアンセムソングとなっている。リミックスワークとしては、小室哲也プロデュースによるグローブの、ワわなびえドリームメーカー、土屋アンナのダーティーゲーム、加藤ミリアのハートビート、バンドファクトの、ヘイトインデューセスヘイト、 M フローラブズ・ドーピング・パンダ、シー・ラブズ・ザ・クリーム、ブルー・ノ・マーズのグレネードなどがある。DJ ・マルとしては、UK のアパレルブランドトップショップのミュージックディレクターとして、長きにわたり店内の BGM や各種イベントを担当した。時計ブランドカシオの G ・ショックのレディースライン、ベビー G の20周年コンピレーションアルバムのプロデューサーにも就任し、テーマソングも作曲した。 CM ソングとしては、コカ・コーラのビタミンウォーターやスポーツブランドアシックスに楽曲を提供した。本人の運動好きもあり、ミュージシャンとしては異例のスポーツ飲料アクエリアスのオフィシャルアンバサダーにも就任し、サポートを受けた。世界的なヒットソングファレル・ウィリアムズのハッピーの日本版メガボルトにもデックスピストルズとして出演。これはアッパレルブランド エーベーシングエープのディレクター2号の抜擢によるものであった。このように DJ という枠にとらわれずメジャーなアイコンとして DJ 丸は音楽、ファッションシーンにおいて広く認知されることになった。2015年デックスピストルズの無期限活動休止を機にスケボーキングの修行 JD とフェイクアイプロダクションを結成しレコードのみでリリースされたフェイクアイズ EP は ヨーロッパを中心に大ヒットを記録し、アンダーグランドの伝説的 DJ であるリカルド、ビラロボスにもプレイされた。その後、家庭の事情から2017年に D、ネオなどとして世界的にも知名度のあるケーブルメーカー、親いで電気に就職。同社在籍時には、オーディオ、楽器用ケーブル、DJ 用ケーブル、海外セールズ、国内マーケティング、製品開発など、 様々業務を担当する。オーディオボヘミアンとして月刊誌ステレオにて連載を持ち、日本のオーディオ業界において、名を馳せる。2021年4月より、アーティスト活動を再開し、ドックスピストルズ結成を発表。同時にプロバイオリニスト・ミナカワ・マリナ、マリナの経営する合同会社デュエランプの、所属アーティスト兼、バイスプレジデントに就任し、 アパレルブランドドッグスターも立ち上げた。ありがとうございます。